本動画では Y エクスプレスハイポッドのサンプリング試験について説明いたします。検査器を検査ケーブルでジグとつなぎ、非検査物を接続します。線表は表示のようになっております。接続完了後、検査データを作成します。中央のサンプリングを選択します。品名を入力してください。またコメントを任意で追加することが可能です。対応ジグの記載等にご利用ください。試験仕様を確認します。変更する場合は設定変更を選択し、設定をお願いいたします。ただし検査中試験仕様変更が許可されている必要があります。開始を押します。配線表回路数を確認し、よろしければ登録を押してください。再度使用について確認のアイコンが出ます。はいを押して進みます。これでサンプリングによるデータ作成は完了です。サンプリングで作成したデータを用いて実際に検査を実施します。データを選択し、確定を押して進みます。検査データの確認をします。チェックボックスで試験の実習有無が変更できます。開始を押して進みます。開始方式は初期設定のスイッチスタートで実施します。検査内容が進行に合わせて表示されます。次に片側のコネクタを外し、オープンの NG を出してみます。エラーが発生しました。エラーの通知があり、内容 NG 数を確認できます。同様にショートの NG を出してみます。エラーが発生しました。 NG の表示をご確認ください。本動画での説明は以上です。